でもね、明日現地行ったらまたキリン太郎。今日ね、イベントで話しかけてくれた人がいて、すごい、スユリのこと好きですって言ってくれて、で、リオリンクに入ってるよって。お話をしてくれて、テンション上がって、私、キリンを持ってまして、最近、イオリンク入ってる人は知ってると思うんだけど、毎日キリンの写真をね、送ってるんですよ、みんなに。そのキリンをカバンから出して、イオリンクならこのキリンのこと知ってますよねみたいなことを、キリンを出して、あなたならこのキリン知ってますよねみたいな。キリンの出し方をして、すごい席に戻って、頭おかしいやつだったなって思ってちょっと後悔した。テンション上がってしまって、キリンをめちゃめちゃ見せてくる人になっちゃって。そのやりとりいいな、ほんと。そのテンション化け物で。ほんとにそんなことをしてました。よく考えたらあれってちょっとおかしいよなって思った。そのイオリンを見てみたい。知らないとは言えない雰囲気。そう、その人も、あ、知ってますって言ってくれた。あなたならこのキリン知ってますよね。